ご覧のスポンサーがお送りしました。さあ7時47分になりました。毎週水曜日、須田さんの登場でですね、今日はこの素晴らしいゲストの2人にこの須田さんを東京から呼びかけてもらいましょう。はい、一つよろしくお願いします。ニューヨークの須田さん。はい、私今日はハーレムにやってきております。ハーレムと言いますと、今ニューヨークでは週末、特に日曜日などはですね、たくさんの人でにぎわう観光スポットの一つになってるんですよ。もう素敵だ。ハーレムへの観光客の数は年々増加。十数台の観光バスに乗ってやってきた人々のお目当てはゴスペルツアー。この日はイースターサンデーということもあってか、この教会だけでなんとおよそ500人の観光客が集まりました。ニューヨークにやってくるビジネスマン、出張でやってくる人たちに聞きますと、一番訪れたい場所がこのハーレムなんだそうです。私が今日来ておりますのがプロジェクトというこの公共のアパートなんです。このプロジェクトといいますのはですね、所得の低い人たちのために市が作ったアパートなんです。いろいろなプロジェクトがあるんですが、この建物の場合、独身で年収が230万円およそ以下の人たちが住む権利があるアパートなんです。私先日このプロジェクトのある部屋一つを訪ねました。こちらはドノバン君とイラージャ君、兄弟の家です。9歳と7歳。彼らのお母さんは現在病院に入院中のため、独身のおじさんと生活をしています。お兄さんのドノバン君がこのようにお皿を洗い、そして弟のイラージャ君が掃除をしておじさんを手伝っているんです。そのドノバン君とイラージャ君がですね、このアパートの1階で今この時間ちょうどある練習をしているんですよ。その練習をしているところをお邪魔してみましょう。ここ1階ロビーに入ってすぐのところだというんです。だいたいこういう低所得者住宅というのはニューヨークでおよそ1割の人たちが今住んでいるんです。さあこのドアの中ですね、やってますやってます、ドノバン君とイラージャ君です。柔道なんです。おこちらが柔道院ハーレムという柔道の稽古場なんです。黄色い帯を締めている彼が お兄さんのドノバン君、そして白い帯をしている小さな彼ですね、7歳の彼がイラージャ君。この白い帯がですね、初心者用の帯なんですね。ハロー、オスっやっぱりこちらでも柔道はオスと挨拶するんだそうです。空手じゃなかったかな。こちらで教えてらっしゃる人がいますね。あの方がですね、おご紹介いたします。D 浜口先生といいまして、このはい、ナイスチューミーチュー。浜口先生はですね、7歳の時から柔道をご自身がやってらっしゃるんです。そしてこのハーレムの子供たちに何か打ち込めることをと思って、ここでこの柔道の稽古場を彼女が始めたんです。浜口さんは日系4世のカナダ人。名門イェール大学で建築学を学び、その後ニューヨークで建築事務所に就職するんですが、あえて柔道を教えるために7年前からハーレムに住み始めました。 Excuse me. いや浜口先生にちょっと聞いてみます。いやいや、May I ask you? Yes. オスこういう挨拶なんですね。浜口先生に聞きたいのはですね、why did you start a judo class in Harlem? I started judo in Harlem because judo is number one. Judo is very good with children. For children, right? Yeah. Because as you can see, we take a lot of falls, and it's very natural for children to take these falls. That also
Harlem has a lot of children. Oh, in Manhattan. In Manhattan, yeah. There's mostly single people living in Manhattan, but in Harlem it's different. Manhattan でですね、やっぱり、子供が一番多いのはハーレム。そして子供たちにとって小さい頃から覚えるといいのが柔道ということで教えているというんです。もう一つよろしいですか？カメラの方へ、こちらカメラです。Do you like living in Harlem? Yes, I like living in Harlem. Sometimes it's very difficult because we are in a low income neighborhood, so sometimes we don't get heat or hot water or electricity. But I found it was important for me to live in the same neighborhood as my students, so I can understand. Yes, so I have a better understanding. やっぱり浜口先生にとってもハーレムで暮らすということはいろんな環境の問題でね、難しいこともあると。でも子供たちと一緒のところに住むことが教えることには大切なんだと浜口先生おっしゃっています。こちらにですね、お父さんの一人いらっしゃるんで、お聞きしてみたいと思います。How is Miss Hamaguchi? She is very good. She's the best judo lady we ever had in the neighborhood. This is what we need, some lady to do judo for the kid to keep the guns away. ただ教室があってもね、子供たち集まらない。浜口先生が魅力的だから学校が終わってさあ何かしよう。まあ、いたずらですとか悪いことをしないで柔道を習いに来るんだ。これも浜口先生の魅力なんだと言っております。はい、ありがとうございます。スタジオの慎吾さん、いかがですか？なんかハーレムで教えてみよう。なんかやってみようなんて気ありますか？はい、僕も教えてみたいと思います。本当ですね、いい先生になるかもしれませんよね。ありがとうございました。ハーレムだいぶ明るくなってきてるんですね。そうですね、お知らせになった。